2013年の5月22日。昨日から始めたパニック障害を思いつく限りで話してみましょうっていうなんですけど、思いつかない。少し見返してみたんだけど、長ったらしくて、見る気失せた。自分で失せた。そうだね、続き。大体行ってしまったのかな。行ってしまってないような気もする。そうだね。今日は安定剤について話すか。安定剤について話そう。薬、副作用あります。それ間違いないです。どのくらいの副作用なのかっていうのは、試してみないとわからないです。全く出ないって人もいるみたいですよ。おや、ピンボケだ。よし、ピントがあった。こればっかりはね、ちょっとわかんないです。安定剤は必須です。あと、誰かに相談するとか、そういうのの前に病院の先生に相談するのも必須です。体調が悪かったら、まず真っ先に病院に行ってみましょう。気分が乗らない日が何日も続く、1週間以上続く、眠れない。病院に行きましょう。産婦人科もやってます。産後うつってのがあるので、産婦人科でもいいですし、口がまべらないな。産婦人科、産後うつがあるので取り扱ってます。他には心療内科、精神科、心療胃腸内科、内科でもいいです。とりあえず病院にまず行ってみるってこと。もしかしたら心の病じゃなくて、本当になんか体調悪い原因が体に血液検査するとわかるかもしれないので、何か体調不良の原因が他にあるかもしれないので、決めつけないで。まず病院、とにかく病院で初めて診察してもらって、あ、なるほどってなるので、取り直そうと今考えてるけど、めんどくさいからやめときます。取り直そう。いや、やめとこうか。薬について。副作用はあるけど怖がらないでください。大したこっちゃありません。大したことがあったら薬変えたらいいんですよ。俺もどんどん変えていって、合う薬を探して七転八倒しました。結構苦しいですよ。怖がらないでください。これで結構苦しい副作用があるのもあります。廊下でペパーって吐いてみたりね、そういうのもありました。でも怖がらないでください。それは俺の場合ですからね。聞く人はめちゃくちゃ聞く。で、最新のやつは当然副作用も考えてありますから安心です。いや、薬漬けになるかとか心配してる人いるでしょ。それを考えるくらいだったら、生活の質が上がって、その薬漬けにはとかそういうのじゃなくてね、なんていうの、副作用とかいろんなものあるけど、生活の質が上がったら、交換だよねと。何か得たんだか、何か失ってもしゃあないよねって考えてください。話飛び飛びだ、飛び飛びだ。もし、もう一回まとめよう。薬の副作用についてあまり心配はありません。とりあえず試してみてください。で、なんだ、依存症の話か。薬に依存し、あ、依存とか依存か、どっちか分かんないですけど、俺は依存って読むんですけどね。依存度は、俺は依存してますけど、10年選手ですからね。それは依存もしますわと。依存のことでも悩むぐらいだったら、日常生活の方が豊かになるってことを優先した方がすごくいいと思います。本当に。どのくらい劇的に変わるかというと、劇的ですよ、効果は。どのくらい劇的か。例え話が思いつかないけど、家から出れなくなった俺が出れるようになったとか、熊本に自分で運転できなかった俺が運転できるようになった。
そのきっかけを作るのが薬でした。不安感をまず減らすんです。減らすことで、その植え付けられた暗示みたいな恐怖心が、暗示ね、怖いっていう暗示が少しずつ成功をすることで、成功っていうのは、その少しずつ外出して大丈夫だってことが分かるにつれて、まあ薬の力に頼らなくても大丈夫になってくるんですね。だからそういう効果もあるので、薬です。まずは薬です。で、徐々に減らしていけばいいので、まあそこは本当に心配しないでください。逆に薬飲まないでいると、ちょっとこれうちの話なんですけど、うちの親父に飲ませたいんですけど、その昔の人もとか周りとか偏見の目があって、みんなね、薬っていうのはおかしい人が飲むんだとか、精神安定剤っていうのは、ちょっと違うんだ、風邪薬とは違うんだって思ってる方がいると思います。大丈夫大丈夫、同じだから風邪薬と。まあ、そういうこと言っちゃうと、カフェインとかさ、あれ覚醒剤ですからね。眠くて力なくて、ほら、カフェインを取るときもパシャって目が開いてね。あれ、カフェインっていうのは薬ですから。コーヒーに入ってるじゃないですか。あれは薬です。他にも風邪薬にもカフェインは入ってますね。いろんなのに薬っていうのはもう入ってんですよ。カフェインでも何でも。だから、薬を否定するのは、あまり良くない。もちろん薬がない方がいいんですけど、でもあった方が便利ですよ。ビタミン剤でも何でもね、強化でいきますから、自分を。弱っているから強化して、てこね固定する固定することで生活の質が上がる。生活の質が上がると元気になっていく。元気になっていくと薬を使わなくてもよくなる。薬を使わなくてよくなる回数が増えていくと、どんどん元気になっていく。たまに落ち込むことがあったら、また薬を使う。その繰り返しをすることで、長い期間でゆっくりと治っていく。だから安定剤とかに偏見を持っている人がいたら、のんのん。安定剤怖い？のんのん。大丈夫です。さて、さあ、YouTube、ここに登録者欲しいんですよ。遊び始めて YouTube で、なんか、見てたら楽しんでる人たち多いなぁと思って、俺も追随しようと思って。 まずは登録者ってやつが欲しいなと思って、下に、俺の名前の下に登録ってのがあると思います。ポチってください。悪いなぁ、この動画は。いいなぁと思ったら、素直にグッドか下か上かのやつを押してください。どっちでも構いません。それはもう見た方の自由ですから。今日は薬についてでした。台本なしっつうのはこんなもんです。終わり。